任期満了に伴い現職と2人の新人が立候補した高砂市長選挙は今日投開票日を迎えました。高砂市長選に立候補したのは届け出順に無所属新人で元高砂市職員の石本玲子さん、無所属で現職の徳良達義さん、日本維新の会新人で元高砂市議の赤井博康さんの3人です。2期目を目指す現職に新人2人が挑む構図で、高砂市民病院の将来構想案や人口減少への対策などが争点となっています。市内の投票所には朝から有権者が訪れ1票を投じていきました。午後5時現在の投票率は期日前投票を済ませた人も含め 33.85% となっています。4年前の前回の投票率は 40.0% でした。投票はこのあと午後8時まで受け付けていて即日開票されます。サンテレビでは今日午後11時28分から特別番組で開票速報をお伝えします。